遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。巨神と鬼神、互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。右翼の乱れに乗じて進軍た、機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで後退、そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、そいつはとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。ならつかもうぜ未来。何、俺たちにはこのモナドがある。つかめるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さてダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎を取りにして適当に隙を見て。熟しつつある。
ない。まだまだ行けそうじゃねえか、ダンバン。シワラボス、行け行け行け到来。悪くない戦いだ。年奴らだぜ。なんだろう。なら勝機はあるさ。だな。ディクソン、ムーカ、行くぞ。指紋の英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそげ、もうなどだ。せいぜい決まって奴らを引きつけてくれよ、この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってモナドを拾いに行けば。いっちうわっ。鬼神兵ども、ホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。は71式鬼神兵。こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。
ダメか。完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シェイク、ライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライブだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。ハンマービートだ。とオーラッパー、オーラ頼りにしてるよ。くらえ、攻撃を集中させて。任せとけって。オーラッパー、バックスラッシュ、ハンマービートだ。と心がくらえ、騒いできた。任せろ。はっ、なにこっち見ろ。こら、今ならやれそうだ。行くよ、ワイルドダウン。負けるわけにはいかないんだ。主に俺のおかげだな。ありがとう、ライン。助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出れば、こんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん。でもおかげで、こいつの殻取れたし。コロニーのみんな、きっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから、作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあコロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって、さ、急ごうぜ。さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か。うん、
使わないパーツ売ってからね。わかった。じゃあまた後でな。よう、シュルク、元気だったか。ディクソンさん、いつコロニー内に戻られたんですか。ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を斬るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。モヤモヤするな。ダンバンさん、そんな顔するな、まだ生きてるよ。俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるかガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな心機臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。起きてる？お兄ちゃん。
ああ、食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね。あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え？シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味オンチなんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとう、お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。そわそわして急ぎの用でもあるのか。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。これから研究棟に行くところなの。シルクだったら今行ってもいないぜ。え？外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園？多分な。そっか、ありがとうディクソンさん。神兵の強固な装甲をいとも簡単に切り裂いてしまう剣、モナド。遥か昔、僕らの住むこの巨神界の神が振るっていたと伝えられる剣。あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シルク、フィオルン、美味しいよこれ。すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな。いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。気持ちいいね風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。
物警報。巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。ライン？ライン！何やってるんだ！収録？あ、いや、これは…なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって？私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろ。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ライン、ひどいよ。すまん。頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体まだしびれてる？モナドをしまい込んである理由分かったろ？ああ、骨身に染みたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたらきっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱いよな、アテミーラは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い敵だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ！シュルク、ねえ、
まったんだよ。ライン、フィオラ、大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かってさっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか？やっぱり変よ。これもモナドのせい？さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった、ライン？おお、そうだそうだ、あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか？懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か？そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったの？なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザドの巣窟だって聞いたけど。主力が怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも。分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。